まずはドニアザードのことから話そうぜ。本当に、ええ、過信探査の最後の日、私はあなた無数にある無境の中、だんだんと薄れ、ドニアザードがアーカー社による夢の搾取に完全に耐えられなくなった後、その意識は散逸してしまった。だけどそのおかげで逆にアーカー社の掌握から逃れることができた。でもわずかに残った意識も長くは続かず、そしてそれは無境と、私は全力でドニアザードの無境を維持したわ。けど長くは持ちそうになかった。つまりオイラたちが一緒にドニアザードを救う。あら、どうして二人とも嬉しそうに笑っているの？こういう時は感動で。どっちでもいいんだよ、そういうのは人によるんだ。さて、それ以外にもまだ多くの疑問があるんじゃないかしら。あなたたちは私の敬虔なる信徒を救ってくれた。そのお返しに私も全ての答えをあなたに与えるわ。旅人はアビディアの森に。それに加えて一人の声が聞こえた。そうそう、やっぱり知ってたんだな。どうやら旅人は世界樹とつながったようね。それは世界樹の中にあるマハールッカデバータの意識の残骸が残したメッセージ、もしくは彼女が死ぬ間際の最後の記憶かもしれないわ。知っていると思うけど、マハールッカデバータはカーンルイアの最悪の後に失踪したの。だからタイミング的には合っているし。マハールッカデバータが残したメッセージ？オイラたち、ってキングデシェレと、あのさらに前に亡くなった魔人、今もまだキン。そうなのか。私にはまだ解読できないわ。たとえ今のアーカー社が持つ能力を使ってもね。マハールッカデバータが世界樹に残した意識はまるで汚染されているかのように非常に危険な気配を含んでいる。たとえ修行を積んでいるあまたの学者たちでさえそれに意識をつなげる。でも世界樹を救う鍵が、幻覚で見たあの木が世界樹だったのか。ティナリも言ってたよな。でもお前ですらあの幻覚の意味がわからないなんて。旅人はあの意識に触れても全く影響を受けなかった。そんな人は初めてよ。あなたがいてくれたら、もしかした。いえ、私たちは必ずその中にある。これは世界樹のテイワットの存亡をかけて挑戦する。厳密に言うと、私はアーカー社を媒介にしてキャサリンの意識を占有しているの。嘘、そんなのどうやってやるんだよ。キャサリン、アーカー社端末をつけているものなら理論上は彼らの。アーカー社はマハールッカデバータの遺産、そして私はクラクサナリデビであり最初のアーカー社端末でもある。私の意識は常にアーカー社につながっているの。でも私は常にスメールの民の自己意志を尊重している。彼らの意識を占有したことは一度もない。必要な時。え、ちょっと待て、なんか今さらっとすごいことが判明しなかったか。でもお前自身の体はどうしたんだよ。なんでずっとこんな方法。それはかなり昔のことから話さないといけないわね。当時の私は幼く無力だった。賢者たちは守るという名目で、でも私には分かっていたわ。本当に見つけたかったのはマハールッカデバータの逝去を裏付ける私ではなく。つまり賢者たちは自分たちの新しい神を軟禁して。ある意味では彼らは間違っていないの。マハールッカデバータは全知全能、命が尽き果ててもなおアーカー社はこの国に力を授け続けている。それに比べて私は知恵の神の名を担ぐには到底ほど遠い。国を統治するにも教令員の方が長けているし。そうそう、ナヒーダにはもう信徒がたくさんいるし、
そう言ってくれるなんてありがとう。でも実際意識をアーカー社につなげられる私には、私にとって世界樹を救うことこそが使命であり最優先事項。その方法を探しながら一人前の神になれるよう尽力。時々知恵の神の責任を担って道に迷った民を導く。それだけで教令院によるスメールの統治に大きな問題は一度もなかった。一体何が起きたのか。ここにいる人々はほとんど異変に気づいていないけど、旅人が家臣探査の輪廻を破ってくれていなかったら。私もアーカー社を通して調査したけど、疑わしい資料は何もなかったわ。主要な人物もアーカー社端末をつけていないようね。おそらく彼らは意図的に何かを隠そうとしている。そういえばガンダルバー村にいた時、一人の賢者が新探査の無数にある無境の中、ドニアザードが。でも、そしてそれは、私は全、つまりオイラたちが。あろ、どっちでもいい。さて、それ以外に教令員による一体何が起き、ここにいる人々はほとんど異変に気。私もアーカー社を通して調査したけど、疑わしいし、おそらく。そういえばガンダルバー村にいた時、とにかく賢者たちの意図を調べ、それを正して罰することを優先しなくてはならないわ。それと同時に、ヤブをつついアーカー社のせいで。そうだぞ、こんな長い間。気づかないのではなく、気にしないの。根本的な原因は、賢者。ミス。賢者たちは人々に、夢を見ないことが理性と英知の表れであり、スメール人の栄誉だと。けれど実際は、ただアーカー社に。賢者たちはそのおかげで、アーカー社を最大限に利用することができ、過去の研究をよりスムーズに進められるよ。それに、当時マハールッカ・デバータがアーカー社を創造したのも、それを移行して、賢者たちの主張する考え方は、浮いては、アーカー社端末を一度も使ったことがなく、夢を見られるスメール人さえも、それを口にしてはならない恥だと思うようになった。そう。私、実は、ドニアザードの消えかかった無境を維持していたと。その間、賢者たちの行動は、それほど心配しなくてもいいわ。家臣探査の輪廻のような大掛かりなこと、アーカー社が短期間で二度も行うことは。おう、寝てていいぞ。オイラたちが見守ってるから。あっ、頼もしいわね。ん？旅人さん、バイモン？私はど、無憂ってやつじゃないか。ほら、無憂してる人を呼び覚ましちゃダメだって言うからな。そうだったんですね。そろそろメンテナンスの方を探さなければ。そういえばオイラたち、ずいぶんいるけど、マヒーラと別れてからずっと音沙汰がないよな。星と深淵を目指せ。お二人ともまたお会いしましたね。キャサリン、何かオイラたちにいい依頼は。依頼ですか？本日の午後、教令院で行われる学術報告な。さらに詩を読んだ後の皆さんの反応。なんでそんな依頼があるんだよ。そうですか。どうやらこの依頼はおきでしたら、オルモス港にいるエルマイト旅団の団員をこじ。なんだよそれ。ええ、傭兵たちの反応もちょっと聞きたいんだけど。これって依頼人ですか？実は、単
にあなた方がこういうことをするのを私が見たいだけです。もうバレちゃった。実際に依頼を引き受けてくれるのを期待してたのに。人間観察をする絶好の機会だわ。ナヒーダだったのか。オイラもキャサリンがそんな変な冗談を言うわけないって思ったぜ。うん、星と深淵を目指せからかしろ。それ初めからってことじゃないか。それでお前もう十分休めたのか。ええ、前にあなたたちと別れてからずっと深い眠りについて長い夢を見て、やっぱり過信探査の夢だったけど、夢の中で私は花壇の中央に座っていて、スメールシティの人々が手をつなぎながら私を囲んでくるくる回っていた。私は飾り付けられた巨大なフロート車の上で花の騎士ファーリスに高く抱え上げられて。ナヒーダ、もしかしたら本来の過信探査はその夢と同じ感じだったのかも。あら、私はとても楽しい夢の話をしているのに。いやいや、同情だなんてもっとかわいそうに見えちゃうじゃないか。そういえばドニアザードの様子は見に行ったか。今あい、ええ、目覚めた後彼女のお見舞いに行ったわ。病状は安定しているとはいえ、人の身に生じる死域ともいえるマリン病は、でも今の状況からすれば。おお、万が一過信探実のリンネみたいな事件がまた起こっちゃったら。ええ、賢者たちを調査し計画を阻止することを一番に考えましょう。だな。冒険者たちのみんな、悪いけど看板娘のキャサリンはオイラたちがちょっと借りてくぜ。さあここで話しましょう。賢者たちの計画をどうやって調べるか。実はすでにいくつかの方法を試みているの。その方法はすでに試したけれど、教令員彼らはかなり早い段階からアーカー社端末による。賢者たちはもうお前、まだ気づいていないと思うけど、もし彼らが私に関する噂に注意を払っていたら、だから彼らの意思、ダメよ、リスクが大き、見つかるリスクのこと。ううん、そうじゃない。私が、そんな方法、己の目的のために民の安全をないがしろにする賢者たちと。それもそうだな、さすが神様だぜ。相手の本当の狙いが定かでない今、暗がりに潜む私たちがリスクある行動を取ることはとても危険なの。何せ今はスメールシティの民全てが人質の身なんだもの。ナヒーダ、実はまだ方法があるんだよな。実行不可能な案を先に否定しておくことで、これから出す実際の計画に重みを持たせる。これ分かってるって。でもお前は知恵の神だし、こんなことしなくたってオイラたちはお前の話を重視するぞ。あら、そうなの。私の考えはこうよ。だったら無実でない上にはっきりとした立場を持っていない人を見つけて。それって内通者。オイラたち前にアルハイゼンってやつと知り合ったんだけど、いつも一人で行動してて。今日、実はもう人選は決めてあるの。セタレという女学者を覚えているかしら。セタレ、ああ、覚えてるぞ。確かいっつも教令員の大器過信探実
ツのリンネを過ごすたびにあいつに会ってたからな。知り合いと言っても過言じゃないぜ。確かいっつも偉そうにきつい喋り方でニーローに話しかけてたよな。ええ、私は普段いろんな、彼女は砂漠地帯出身なんだけど学問の天才なのよ。その際は砂漠の民の中でも一番。砂漠の民だったのか。確かに珍しいな。セタルという名前には星という意味が込められているの。その後太陽は彼女を選んだわ。彼女は星という身分で白痴でも、ほどなくして彼女は星はためらい始めたわ。こんな太陽に協力するよりも夜に帰って、でも結局彼女は白昼の光に執着するあまり、恥じる思いを心の奥底に隠してしまった。そして今の話だとセタレはここの学術環境でも本当は教令員のやり方には反対してるんだろ。しかも心の中じゃ故郷の砂漠に追い、確かに複雑な問題に直面した時、大部分のものは耳を塞ぎ、取り返しのつかない事態になるまで、たとえ彼女が罪悪感を抱いていたとしても、知らず知らずのうちに彼女、ええ、もう一度セタレに問題、うまくいけば彼女から情報を得られるだけでなく、私の見ていた限りではセタレは10日に一度休暇を取って教練院を離れ一人で、そしてちょうど明日の午後、下準備にまずは彼女がいつも行く場所へ行き、ここがセタレのよく来る占い屋よ。セタレに関する情報を聞き出すのか。いいえ、セタレに関する情報はもう十分だわ。話し方と、迷える子羊たちよ、自らの運命に戸惑っているのかしら。神の英知あふれるお声は時に私の耳を、え、そうなのか。なし、私の友達が未来について迷っいいわ、ならおや、どうやらハールートとマールートはあなたのことがあまり好きじゃないみたいね。何か神に失礼なことでもした？風神の悪口を言ったり、眼神にご飯をたかった、雷神と大立ち回りを演じたり、それくらいか。うん、なんでもありません。さあ占いのテーマを選んでください。恋愛運ね。ふむあなたと縁のあるものは、ハールート、マールート、あなたたちが占いの邪魔をしたの。はぁ、わかったわ。今日は調子が良くないみたい。そうでした。今度は猫の餌でも持ってきてちょうだい。ハールートとマールートに喜ぶ。よくこの店に来るのか。ええ、セタレがスメールシティに来たばかりの頃、よく店主のアキムに世話になっていたのよ。後で彼と話をするから。お客さん、陶磁器を見てかないか。ええ、ちょうど見に来たんです。お、君のことは知っているよ。冒険者協会のキャサリンさんだろ。お聞きしたいのですが。親父から習ったのさ。実は親父が盛んでな、造形を学ぶ中で泥細工に興味を持ち始めたのがき、やがて親父に隠れてこっそり陶磁器を作り始めたんだが、これが結構いい出来だったんでそのまま転業したんだ。ただ残念ながら
アーカー社から提供される知識はあまり活かせなかったかな。自分の好きなことをやるのっていいよな。そうですね。いや、何年か前作業してた時に屋根から落ちて足を折ってしまってな。どうせ一生分の金は稼いだってんで。そうだったのですね。今度また日を改めて教会の広報勤務員にここの品物を見に来させます。そうか、安心してくれ。きっと満足のいく品物が揃った。ここが最後の場所よ。シェタルは教令院にいるとき、いつもこのレストラン。すごく詳しいんだな、ナヒーダ。スメールの民を見守ることが。あなたを港口のあたりで見たことがあるような。え、そうなんですか。ええ、他の方と船舶の設計について。ああ、あの時ですか。私は理由栄光で育ったものですから、小さい頃から船が行き交う様子を眺めるのが大好きだったんです。ですがそれでもいつも各界の学者と関連問題を議論したり、レストランの地下室で。なんと素晴らしい学。みんなすごく努力してるんだな。ここのレストランに地下室があるなんて。ああ、そうなんですよ。でも普段はお客さんには開放し。そうだったんですね。ありがとうございます。シェタルの顔見知りが3。でもこんなにたくさんの情報何の役に立つんだ。シェタルは逃避することに慣れてしまってる。前にも言ったでしょ、オルモス校のエルマイト旅団がキングデシェレトの復活が近いって言い広めて。たとえデタラメでもこういう砂漠地帯の信仰は。あ、わかったぞ。セタレの故郷に対する罪悪感。あいつは砂漠の民を助けるべきだって思ってるけど、実際は全くの逆で、教令院の賢者たちとは。でもそれって具体的にどうやってやればいい。まず本物のキングデシェレトを出すことは不可能。次に単にキングデシェレトの信徒を装って交渉するんじゃきっと警戒され。でももし私たちが彼女の知り合いを借りるなら。セタレの知り合いに憑依するってこと。ええ、アーカー社を通じて憑依した後、キングデシェレトの信徒であるふりをする。そして偽物のキングデシェレト自然に振る舞えれば、きっとセタレの心理的防御を突破できるわ。憑依がバレないようにあの人たちの情報を集めてたのか。確かに本人たちに似せないとダメだもんな。そう、だから彼らの真似は。あの、うえ、おいらたちが。大丈夫よ、私が憑依してから感覚をあなたに共有するわ。結果から見れば憑依の力を得たも同然よ。そんなに簡単だったのか。でも私、人間の観察はずっとしてきたけ。ああ、確かにそれは気づいてたぞ。うん、できればあの民たちの意識を占有なんてしたくなかったのだけど、事情が事情だし。そうだな、これもみんなのためなんだ。え、では明日。運動は必要です。Thank you.
いや、まずはこっそりついていって、シェタレが知り合いと話してる時にどんな話でシェタレを動揺させるかについてはあなたに任せるから信じている。緊張するぞ。話が始まったみたいだぞ。隠れ。そうね、確かに恋愛に関することは無理にとは言えないし、私の周りにいる人も私と身分が違いすぎるから。ねえ、聞いてるの？ナビア。ああ、聞いてるわよ。恋愛の悩みでしょ。聞こえてたわ。そう、さっきぼーっとしてたから。あら、猫ちゃんたちが君に威嚇してる。この子たち普段は結構温厚だったわよね。名前は何だったっけ？そうそう、ハールートちゃんにマルートちゃんね。そうだ。今日は何を占いたいの？それが、また恋愛運を占ってほしかったんだけど、正直、最近は心が乱れてて。乱れて？いっそのこと、私のプロジェクトがいつ完了するのかを占ってくれない？本当に。一刻も早く終わらせたいの。そう、わかったわ。神にお答えを聞きましょう。ふむ。神はこう言っているわ、セタレ。なぜ家に帰らない？家に帰る？まさか神は本当に私の考えがわかるの？セタレ、なぜ家に帰らない？今度は強めに問いただしてるみたい。すごく怒ってるみたいよ。ごめんなさい。神様、ごめんなさい。私の顔、ねえ、聞きたいんだけど、ナビア、君の耳元で話してるのは、どの神様なの？ふん、幼稚で無礼な問題ね。もちろん、最も偉大で最も英明なる。キング・デシェレット？道理でそのことを。いえ、キング・デシェレットは遥か昔に亡くなって。確かに最近、キング・デシェレット復活の噂が広く流れているけど、あれは全て教令院がわざと流した偽情報だもの。ブレーナ、私はキング・デシェレット様の。いいえ、私はただキング・デシェレット様の恩恵がここまで広まっていたなんて知らなかったから、砂漠の民として光栄に感じていただけなの。キング・デシェレット様のお言葉についてしっかりと反省しておくわ。ごめん。それじゃあ、今日はもう。あ、待って。小走りで行っちゃったんな。悪くなかったわ。セタレも怪しんではいないようだった。心の中でずっと避けていた事柄について、ここに来て急に問いかけられるなんて。さぞ心に響いたことでしょう。ナヒーダ、お前って。これは実践に欠ける知論派の理論に過ぎないわ。まあ、あなたたちと過ごす中で、この理論の多くが間違ってるってことに気づいたから。さて、そんなことは置いておいて、セタレを追いましょう。やっぱりアキモのところに来たな。さっきちょっと予想外のことに遭遇しただけ。そういえばこの間、仕事の紹介をしてほしいって言ってたわよね。何の仕事だったかしら？
庭師？君って草とか花が一番その友達が言ってたんだが、得意じゃないことをあえて克服することで男気が磨けるんだ。そうなの？まさか君にそんな一面が。そういえばお父さんの具合はどう？少しは回復した？ふう、よかったわ。そういえばお父さんは。ああ、オルモス校の方で悠々。じゃあ機会があったら手紙でも送って注意するよう伝えてあげて。君のお父さん結構気が強いでしょ。しかも創新の信徒だし、信仰の違いでキングデシレトの信徒と衝突しないか心配なの。ほう、それでセタレはどっちの立場なんだ？君は砂漠の民だもんな。羨ましいぜ。だが残念ながら君はキングデシレト様を裏切って強霊院の奴らと一緒にいることを選んだ。アキム、まさか君も。英明なるキングデシレト様を信仰することがそんなにおかしいか？というかおかしいのは立場。立場がはっきりしてない。おお、お前にこんな才能があったなんてな。これでさらに問題に目を向けさせることができた。でもことが終わったらいつか彼女の意識。次の仕事は？セタレがもうキサンと話し始めてるぞ。キサンは最近シティで何かおかしなことを見なかった？その誰かが吹き押しに来るとか。ところで最近起きたおか。そうですね、変といえば何度も過信探査の。待って、君がそれに気づくはずは。強霊院の小細工で全ての民を騙そうだなんて元から無理なお話なんですよ。貴さん、まさか。おかしな聞き方ですね。まるでキングデシェルトの信。私からしたら強霊院に協力してシティの民たちを実験台にしているあなた。それ以上言わないで。ここまで来たのにセタレはまだ逃げる。いえ、彼女の心理的防御は崩れ始めている。あ、衛兵のところに行ったぞ。ここが肝心よ。ねえ傭兵さん、君は30人団の人よね。今すぐマハマトラに。落ち着いてください。何が起こった？異教の勢力がシティ内に浸透してきていて、群衆の中で拡散し始め。異教？どのような異教？キングデシェレトよ。私の知り合いの多くが突然キングデシェレトの信徒になったの。ありえないことはありませんよ。どうして？キングデシェレト様は永遠に滅びたりしません。そして自分勝手に無謀な。もう逃げるのはおやめなさい、セタレ。今のあなたは流砂に飲まれているのと同じ。たとえその寮の目を閉じていても、あなたのいるべき砂漠はここではないのです。キングデシェレト様の民よ。英明なるキングデシェレト様を信仰することがそんなにおかしいか？というかおかしいのは立場のはっきりしない君の方なんじゃないのか？おかしな聞き方ですね。まるでキングデシェルトの信徒であることが悪いことみたい。セタレ、なぜ家に帰らない？今日はどこに逃げても君たちみたいなキングデシェレトの信徒に会うのね。確かに私はずっと罪悪感から逃げてた。賢者たちに協力していることと。でもどれだけ逃げても罪悪感は私を襲う。どうしても払拭することはできなか。問題を直視することが必ずしも今の研究環境を奪われる結果につながるとは限りませんよ。どうして私のことをそんなに知っているの？そんなことよりも重要なのは、
私たちが凶霊院と賢者を罰し、間違いを正すということです。あなたがこれに協力してくれるというならば、それもまた。実は、私は神を信仰していないの。でも、巡り合わせについてはずっと信じてきたわ。今、私が、今の賢者たちがしていること、私はただ、無教量産家庭の設計者の一人に過ぎない。そう。あの過信探査のプロジェクトの全容については知らないわ。おそらく、私は大賢者の要求に従って、手元の仕事を、でも、確かに気になることはあったわ。聞くところによると、教霊院に追放されたある学者が戻ってきたらしいの。しかも、賢者たちは彼を恐れているようだった。教霊院に対抗するため、私たちは、リスクを犯してもいいなら、チャンスはあるわ。私はこれでも大賢者の助手だから、ただ、機密ファイルを手に入れても、それをアーカー社を通して君たちに送ることはできない。賢者たちは、そうね。一番原始的な方法を使いましょう。教霊院の入り口？安心して。罠じゃないかと心配しているの。こっそり抜け出したりしたら、それこそ疑われる可能性が高くなるでしょ。だから、少しの間衛兵の気をそらして、引き渡しを一刻も早く終わらせることが。わかりました。ところで、この計画を終わらせれば。それは。送信。そうね。今回の件で危険にさらされたのは、ほとんどが送信の民だもの。知恵の神と、もしかしたら私も。本当にナヒーダの言った通り、セタレの説得に成功した。旅人の構成は実に巧妙だったわ。時間は明日の夜と決まったし、今はセタレの方が順祈る、うん、そう言ったって学者たちに加護を与える知恵の神はお前だろ。私、それは違うわ。学者たちに加護を与えるのは真理であるべきだと私は思っているの。さて、それじゃあ明日の夜、冒険者協会で会いましょう。
よっ。キャサリン、オイラたちだぞ。あ、待てよ、お前はあのキャサリンだよね。ええ、あなたの思っているあのキャサリンでしょうね。ちぃ、今晩は隠密行動。パイモンの言う通りよ。今晩の引き渡しが罠である可能性もまだ完全には否定できていないわ。万が一予想外のことが起きた場合、おそらく私の存在だけが私たちの唯一の切り札となる。私の意識が外部にいることは教令員もまだ確信を持てていないのだ。おお、そうだよな、そうだろうと思ってたんだ。で、まあとにかくそういうことだ。おかしい？何がだ？夜なんだから静かで当然だろ。彼の言う通りよ。言われてみれば町の人も明らかに少ないわ。これがシティ全体に起こっている現象なのかど、じゃあ本当に偶然じゃないのか。まさかセタレは衛兵を引き離しただけじゃなく、違和感の原因は私にもまだわからない。でもここまで来た。 お前がいるから。本当に人が少ないな。教令院の入り口もこれくらい静かで、衛兵もセタレに引き離されてるといいんだけど。次の仕事は？こんな時間になんでこんなに人が集まってるんだ？凱旋した英雄を迎える歓迎の儀ほど盛大なものはなかろう。あなたは教令員の追放者。いかにも。だが今は皆に博士と呼ばれている。あの女研究員ならとっくに監禁室だ。自身に仕掛けられた盗聴器にすら気づけないとは、一学者として持つべき慎重さを欠いていると言わざるを得んな。スメールの民に一体何をしたの？潜在意識に情報を投入できるようアーカー社端末を少しばかり改造しただけだ。熱狂的な民たちはこの旅人が世界を救ったばかりの英雄だと信じきっている。実験は成功だ。そして人々は今にも自らの情熱を抑えきれなくなりそうだ。どうするんだよ、みんな一般市民だぞ。行ってシティの外へ。でもあいつはファタスなんだぞ。お前を置き去りになんか。私もスメールの民を放ってはおけない。大丈夫、シティの外で会いましょう。自らの意識を使い全員の思考を占拠したか。それほど強大な意識体とは。なるほど、知恵の神だな。
ヒーダ、大丈夫かな。オイラたちはない。まさか、こんなところで今まで会ったこともないファデュイの執行官に会うなんてな。博士、名前は前に聞いたことあるよな。セタレもかつて追放された学者が賢者たちですら恐れるっていうのは、どうやら博士のことを言ってたみたいだな。そうだな、こうなるとスメール教令員が単体で何かを計画してるっていうより、でも今度は一体何をしようとして。おう、ナヒーダ、あの時シティの外で会おうって言ってたけど、え、それって、ああそうか、オイラたちがアビディアの森にいた時、ちょうどあいつをプロジェクトに誘う賢者を見たんだ。あの時ティナリはきっぱりと断ってたけど、何か知ってる可能性もある。そうと決まれば早くガンダルバー村に行こう。止まれ、金髪の旅人に空を飛ぶ小さな精霊、間違いないらしいな。まあ、お前たちは30人だ。30人団？あの骨を。俺たちはスメールでもトップ。追放者、教令員の追放者か。でもオイラたちを捕まえたいなら、なんで直接ファデュイに頼まないんだ。べちゃくちゃ話す余裕がある。オイラたちも行くぞ。みんながそばにいてく。踊ろう、行くぞ。まだだ、他にも待ち伏せしてたやつがいたみたいだぞ。俺ならどうだ。確かに厄介だな、これが傭兵の中のエリートって。やそうだな、でも博士って怖いやつだな。オイラたちがティナリのところに行くこともお見通しでここに待ち伏せさせたのか。頭のいいやつを相手に。ついていきます。次の仕事は？飛雲商会が栽培した芸商花には十分な露が必要ですが、脇交通の方。
人にパイモン。コレイ、また会ったな。私は正直あまり良くないんだ。さ、だからティナリ師匠もパトロール任務には来なくていいって、残ってみんなの手伝いをすることだけ許してくれたんだ。そうだったのか、コレイ。ところでティナリはどこだ？パトロールか？師匠はつい最近アビディアの森を離れてパルディスティアに行ったよ。え？ティナリがここを離れたのか？でもティナリはずっとアビディアの森を離れることを嫌がって。私もおかしいと思ってるんだ。師匠はずっとレンジャー長の仕事を重視してた。そう簡単に、ううん、何も。それどころかここを立ったことすら書き置きで知ったんだ。あんなに急いで行ったってことはきっと一刻を争うようなことが起きたんだと思う。師匠は以前教令院の正論派で学んでたんだ。パルディスティアイはその正論派の研究基地みたいな場所で、師匠はレンジャー長になる前パルディスティアイで長いこと学術研究をしてたんだ。研究基地か。ティナリは一体どん時間もないし、そのパルディスディアイってところに行ってティナリを探そうぜ。あ、うん、私は大丈夫だ。マリン病の症状になんかとっくに慣れてる。うん、分かったぜ。城内に入ったら治療の獅子と一杯飲もう。次の仕事は？次の仕事は？収穫があるの。
私を警戒するのはとても賢明な判断よ。何せ別れてから私と博士に何が起こったのか。災害レベルの豪雨の後は地面に溜まった水が空に見えてしまうことと同じだわ。確かにこんな変な人。私は別に信用を得るために今の。まあまあもう分かったから。あなたたちが離れてから私は全力で全ての民の意識を修復していたわ。幸い博士の言っていた情報を潜在意識に投入するというのは人々の脳裏に幻覚を作り出すようなものだった。だから彼が私をコントロールしようとした瞬間、全員の意識修復が完了した。博士の不意打ちなんか予想してなかったからな。それほどよ。人々の意識を修復する過程において博士は私の本当の身分を見抜いたわ。それに彼にアーカーシャ端末を改造する力があるのなら、私の意識を捕獲するのも時間の問題。じゃあもう今までみたいに自由に意識を転移できなくなったってことか。なんだかもてあそばれてる感じだ。それに噂じゃ博士は単純な武力だけでも確実に第2位の座につけるらしいぜ。まだ落ち込むには早いわ。おう、そういえばナヒーダはどうしてオイラたちがパルディスディアイに来ることを知ってたんだ。ええ、私は旅人の元素力を感知する。あなたたちも観光のために来たわけじゃないんでしょ。オイラたち以前知り合った学者を探しに来たんだ。ティナリって言うんだけど、前に賢者に勧誘されてるのを見た。ナヒーダも一緒に行ってみるか。え、行くわ。旅人ではありません。お前はハイパシア。本当ですわ。なんてこの人は。オイラたちがアビディアの森にいた時に会った修行中の学者なんだ。そうなの。ええ、よく知っているお友達です。ここに来てからというもの私とは。ハイパシア喜びすぎだぞ。ところで、いや待てよ、もしかしてどうでしょうね。私意識の中で神に会いました。本当か、よかった。あの神と意識を交わすことができたあの瞬間は比類。そんなにすごかったのか。そうなんですの。あ、少し。あの時もし私が真の知恵を手に入れたら、今の私は知恵を手に入れただけでは。そんなことができるのか。聞いたことはないわ。でも試してみたいのなら。少し待っていてくださいな。パラハームを少々持って。また。さてでは、私の手を握。ええ、
準備はよろしいかしら。かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。一度目が神、僕の創造者、僕の母、それは力に左右され役立たずの僕を捨てた。二度目が人、僕の家族、僕の友人、それは恐怖に縛られ僕を忌まわしいものとみなした。三度目が同類、僕の機体、まだ羽の生え揃わぬ鳥。それは寿命に支配され僕との約束を破った。人は信用できず、神は憎しみを与えるから。僕は全て諦め人の世の一切を否定し嘲笑う。二度と胸の内を世俗に染めはしない。低劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は生まれたばかりの真っ白な巻物のような神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。恐れずとも痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わる。これは。オイラたちが見たのって残氷の過去なのか。でもハイパシアの言う神が残氷なんかと何の関係がある。ご覧になりましたか。感じましたか。崇高なるか、はあ、私のこの胸の中で鼓動しているのはただの汚い人間。気づいているかしら。これはパリプーナライフなんかじゃないわ。どうして怒鳴りつけ。私は神の知恵を手に入れたのですわ。ハイパそうあるべきですのに。いえ、まさか私は気が狂ったのですか。
はまた旅人本人なの？さっきまでずっとナヒーダがお前の体を操ってたんだ。キャサリンの人形が壊される直前に、そしたらティナリが騒ぎを聞きつけてやってきて、一緒に傭兵たちを倒してくれたんだ。それでここまで逃げてきたってわけだ。え、交換？もしかしてお前の意識もナヒーダの体に入ってたのか？それでナヒーダの意識はどうなったんだ？意識をこうして自由に転移させられるなんて、この目で見てなかったら信じられなかったよ。これは、そうだ、さっき逃げる時、君の肉体に入っていた意識から君への言伝を、博士はすでに意識を閉じ込めておく方法を見つけた。もう同行はできないけれど、たとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることができる。これでナヒーダは完全に、ナヒーダが言い残したのはそれだけか？わけがわからないぞ。あ、そっか、博士はもうナヒーダの意識を捉えてるから、たとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることが、月と虚言と嘘は過信探祭の時の錬金。星の光もナヒーダが前に使ってた比喩だったような。確かセタレに関係があったか。おお、そういえばそうだったな。つまりでもナヒーダが、ハイモン、今スラサタンナ聖書って言った？君たちの言うな、確かに合ってるけど。いや大丈夫、学者の好奇心は何も、時と場所を完全に選ばないわけじゃない。君たちとはひとときを共に過ごした仲だし、クラクサナリデビ様も君たちの味方みたいだから、僕は君たちを信じるよ。おう、ありがとな、ティナリ。そうだ、オイラたち前から聞きたかったんだけど。それが、僕は確かにプロジェクトに参加しろって誘われたけど、僕が知っているのはプロジェクトが世界樹の修復と関係してるかもって。ん？ナヒーダと意識を交換してた時に何か、根拠は？そうか、なるほど。道理でハイパシアの症状が以前の狂った学者たちとは違うと思った。今生まれようとしてる新たな神の意識に触れたからだったんだ。ティナリはハイパシアのためにアビディアの森を離れたのか？そう、ハイパシアの精神の異常に気づいたんだ。だけど症状が特殊だったから、こっそり彼女をパルディスディアイまで連れてきて、彼女を元に戻す方、そうでもしなければ今頃彼女はマハマトラたちによって砂漠のアール村に追放されていただろう。ところで僕も以前から教令員がクラクサナリデビ様を軽視していることは知っていたけど、まさか新たな神の創造なんて、傲慢でうぬぼれたことをしようとしてたなんてね。誘いを受けなくて正解だったよ、博士と残票。でも君の説明からすると、
プロジェクトはまだ完全新たな神の創造と世界樹の修復。賢者たちの目的は未だにはっきり分かってないんだよな。おう、今ある情報もだいぶ先。僕はひとまずここに残る。砂漠に行くならまずはキャラバン宿駅。何か僕に手伝えることがあったらこ。おう、ハイパシアが良くなると。芝生に寝転がると大地の鼓動が聞こえてきます。ついていきます。この壁って防砂壁って言って外からの砂を防ぐためのものなんだよな。こんな高い壁、もしかしたら。こんなところでほうけてないで来い。え、こっちだ。あいつはどこに行った？くそ、さっきまでここにいたのに見失うと。エルマイト旅団？今回は誰の手先なんだろう。油断しすぎだ。あの尻尾たちの尾行の程度なんてたかが知れている。すぐ来。礼はいい。俺はそういった人情や貸し借りには見かけたついでに間違いを正しただけ。こんなところで会えるなんてな。あれ、前にオルモス校で別れてから教練院に行くって言ってたよな。いや待て。ほう、どうやら教練院と揉めているようだな。俺が君たちを捕まえようとしているのなら今頃君たちはとっくにエルマイト旅団の手に渡り。うん、それもそうだな。賢者のプロジェクトを手伝うのは俺の課題じゃない。学者として俺、近頃は賢者よりも君の方に興味があるな。そういうわけじゃない。実は未だに神の缶詰知識を追っているんだが、あいにく行き詰まっていてな。神の缶詰知識は砂漠地帯からオルモス港に流れ込んだと言われているが、もっと深く探るには出所を突き止める必要がある。それと君に興味を持っている理由、それは以前アフマルの目のボスが君の前で神の缶詰知識を使った時、君は彼の様子を見て複雑な表情で深く考え込んでいただろう。俺が思うに君は何かしらの情報を隠しているはずだ。アルハイゼンってすごく鋭いんだな。そんな細かいことまで覚えてるなんて。そうか。確かに俺も教練員のものだからな。だが少なくとも君は確かに何かを知っている。そう、構わない。
直接答えをもらうより俺は自分で調査する方が好き。ああ、お前と同じだ。ならまずはアール村に行くといい。あそこは砂漠で最大の集落だ。情報も資源、知ってる人が旅の中。この先が砂漠の民の避難所。ここの地形独特だよな。俺の記憶が正しければ、教令院にいた頃はあまり関わりがなかったはずだろう。偶然会っただけだというのに、その態度はどうしたことか。大マハマトラ殿、
運よくこの一槍を避けられたとしても審判から逃れられるとは限らないよ。審判？先ほどの君の行為は審判か。俺は全力を出していない。もし出していればその旅人では俺を止められなかっただろう。一見暗殺に見えただろうが、ターゲットの反抗心と逃亡意欲を失わせるためやったことに過ぎない。これがマハマトラのやり方だ。あくまで君個人のやり方に過ぎないと思うが。こいつ誰なんだ？アルハイゼン、さっき大マハマトラって言わなくなあ、教令院のマハマトラたちのトップ、大マハマトラのセノだ。学術犯罪の領域において、お前たちはアルハイゼンを深く信頼しているようだな。それどころか、仮に俺がお前たちだったら、そいつの方には決してつかない。その書記官は俺が長きにわたって追っていたターゲットだ。お前たちの立場をはっきりさせてもらおうか。もしまた邪魔立てするようであれば、お前アルハイゼンが何をしたって言うんだよ。お前が言うほど悪いことはしてないだろ。無駄口は叩きたくないんだ、アルハイゼン。さっき一戦交えた時に気づ、お前が隠している神の缶詰知識を渡してもらおう。それさすがはマハマトラ、嗅覚が鋭いな。この神の缶詰知識、確かオルモス港にいた時マハマトラの手に渡ったはずだよな。道理でそんな自信ありげに話していたわけだ、セノ。だが一つ気になる。これは君にとって何を意味している？それに君は教令院の大マハマトラであるにもかかわらず、俺が知る限りマハマトラたちまでもが皆君の失踪の話をしている。まさか他人には見られたくない任務でも行っているのか？仮にその任務のターゲットが俺だったとしよう。それでも君は権力と資源を使って教令院で俺を抑え、やはりお前は厄介だ。そんな、どっちも信用できないみたいだぞだいぶ盛り上がっているようだな、二人とも。おい、デシア、なんでここにいるんだ？よかった、やっと信頼できる人が。デシア、早く助けてくれ。ああ、確かに教令院の大物二人がまたやり合ったりしたら大変なことになるな。独りよがりな道理を並べ、教令院の虚しい規則と道義ばかりを口にする。あんたらはそんなくだらない紛争をこのアール村という地、どうやら誰かがあんたらをぶっ倒して。おいおい、あんたら、私の話が聞こえなかったのか？うわぁ、どういうことだ？強い風が。また砂嵐か。最近は一体どうなってるんだ？おーい、そこの方々、こっちです。誰かが呼んでるぞ。キャンディスの声か。おい、教令院の奴らは脳みそが使えないの。そう騒ぐな。気まずい。さっき戦おうとした3人がこんな小さな空間に押し込められてるなんて。ぬぅ、オイラも飛べなくなるくらい空気が重いぞ。すみません、皆さん。ここはこのアール村の村長の家です。砂嵐が過ぎるまではここでしのいでいただくしかありません。自己紹介をさせてください。私はキャンディス、アール村のガーディアンです。うん、おいらはパイモン、
会えて嬉しいぞ。災いを前にした時、助け合うのは当然のことです。どうかお気になさらず。わあ、このお姉さんすっごく優しいな。ほんと、あいつらとは大違いだぜ。さて、挨拶はこの辺にして、後の時間はガーディアンとして村に影響がないことを確認するためにも、実は砂嵐がやってくる前からと。しかし今あなた方はアール村にいます。脅威を排除するのが私の責務。どうか率直にしっかりと話し合ってください。お互いへの敵意を何とか消し去れませんか。この屋根の下でもしまだ争おうとする者がいるなら、砂嵐の中の獣たちにもてなしてもらうほかありません。おいら宣言撤回するぞ。あなたも例外ではありませんからね、ビシュ。お返事は？わかったよ、キャンディス。いいでしょう。一応私は止めに入った身だ。やり方がちょっと過激だったのは認めるかな。あれって止めようとしたって言えるの？別に俺には隠すべきことはない。アルハイゼンは教令院のマハマトラたちですら俺の居場所を知らないと言ったな。俺は自己追放を選んだんだ。自己追放？以前俺は教令院のプロジェクトの企画と実行を記録する資料に余白があるのを見つけた。大マハマトラとして俺にはそれを照合する責任と権利がある。だがその部分を担当して照合申請を出す前、俺は秘密裏に数々の調査を行った。だが手がかりや物証になりそうな一切のものはやがてあいつらが最初から、そして案の定俺が照合申請を出すと、大マハマトラの権力は賢者によって付与されたものだ。つまりやはり裏があったらしいな。その時俺は気づいた。大賢者からすればマハマトラなんて賢者、マハマトラの最初の誓いや、ここまで固く守ってきた原則、それは、ああ、その一件を理由に教令院を脱出した。賢者たちが俺に対して、俺はこの件の調査を絶対に諦めない。それにセノ、オイラたちも強烈。それに今はもう大マハマトラじゃないんだろ。なんだかあんまり怖くなくなったぜ。でもセノはなんでアルハイゼンをターゲットにしてたんだ？教令院で調査をしていた期間、アルハイゼンが賢者と面談しているのを見たからだよ。賢者はアルハイゼンに金髪の旅人を調査するよう言っていた。そしてその任務はプロジェクトと同様にどこの記録にも残されていない。それに加えてお前は。その件は認めよう。俺は確かにこの旅人、アルハイゼン、何しろその任務の見返りはどんな学者でも断ることができないほどのものなんだ。任務が終わったら神の知識を見せてやる。確かに。だが惜しいことに教令院の者は俺のことを分かっていなかった。大賢者は話の中で一つ重要な情報を漏らした。神の、俺からすれば賢者はそこまでの信頼には値しない。考えてもみろ、神の知識をそう軽々しく他人に報酬として約束。だから俺は神の缶詰知識という手がかりに従って独自に調査を展開した。結果的にこの判断は間違っておらず、もしこの一件で警戒を解いていれば俺もあのアフマルの目のボスのように。それってつまり賢者たちはもともと普通の人を狂気に陥れるあれらの知識を使ってお前を処理しようとしてたってことか。もともと俺はすでに調査任務などには全く興味がなかった。ただ教令員をあしらうためにオルモス港で旅人の出現を待つと言ったんだ。だが神の缶詰知識を追っている途中で
思いがけず偶然ターゲットに出会ってしまったのさ。犯罪者が最もよく口にする言葉が偶然だだが旅人と偶然出会ってもなお俺に、当時俺があのタバーンを離れた時、君たちは自分から俺を追ってきたんだ。そうだな。アルハイゼンはキャラバン宿駅でもオイラたちを助けてくれたし、もしそれでも気になるようなら、君たちに内緒で神の缶詰知識を取っておいたのは、その存在が危険すぎると主観的に判断した。何しろ好奇心はこの国で一番危険なものだから。アルハイゼン書記官、お前は好奇心が俺の質問に答えろ。賢者たちは計画の内容をお前に話したのか？すでにはっきりと話したつもりだったんだが、今の俺は君と同じく教令員が分かった。とりあえずはお前を敵とみなすこと。構わない。お二方の誤解が解けたようで私もとても嬉しいです。それでディッシア、あなたの…ああ、悪いな。坊やたちの話が退屈すぎて気が散った。私の方は至って簡単さ。旅人たちも知っている風舞家のドニアザードお嬢様が最近ずっと家で療養してたの。やることもないんでアール村に来てみたってだけだ。本当ならまあわけのわからん二人がわけのわからん喧嘩をしているのを見てな。ふつふつ。それでですか。わかりました。確かにあなたらしいですね。そう来なくっちゃな。会いたかったぜキャンディス。ご安心を。もうお互い敵視もしていないようですし、皆さんはここで休ん。砂嵐の中に出没する獣か。一人で本当に大丈夫なのか。ええ、来てくださる必要はありません。砂嵐の中での戦いは現地で数年訓練を積んだ人でないとどうにもな。うん、安心してキャンディスに任せるといい。すごく強いんだぜ。風が止んだみたいだ。キャンディスがずっと帰ってきてないけど。そんなに言われると私まで心配になってきたぜ。数え切れないほど次々とやってきて、いつの間にか砂嵐も止んだ。あ、本当にまた出て。さあ今度は私に任せろ。私ももうずっと資料しっかり見てな。行くぜ。行くぞ。みんなは俺が守る。頼むよこれ。あんまお触り禁止。先ほどのは砂嵐の余波でしょう。みんなお疲れさん。さっきの砂嵐で怪我した人はいないな。この人は。おっと悪いな。
さっきは村のお年寄りと子供たちの面倒。私はアール村の村長だ。アンプおじさんと呼ばれ。村長、俺ももともと砂漠出身だが、ここへは。よくあるとまではいかないが、砂嵐以外にもたまに地震が起こることもある。こういった異常。また世界樹の、つまり世界樹の誇張は森に刺激を。自然界のすべては世界樹と切っても切れないつながりがある。確かにこれらの局所的症状は世界、アール村のところで。今回私が帰ってきた時、プラマパラ？なんだそ。お前は好奇心旺盛だな。アール村の村人は強烈。彼らの多くはアビディアの森で修行をした後、精神に強烈因は奴らの狂った言葉が他の学者の精神に影響を与えると考え、砂漠に追放した。ああ、我々も最近これについては調べてると。だが、彼らがどんな風に去ったのか見た者は誰もいないんだ。俺は過去に奴らと。そもそも彼らの追放命令を執行したのはマハマトラだろう。罪悪。皮肉を言っても無駄だ。もしお前に問題があったら、どんな身分でいようと俺はお前を処断する。お前さんは元大マハマトラ様だったのか。こういう調査には慣れていそうだ。それってハイパシアのことを思い出したからか。狂った学者たちは。でもこのセノってやつと一緒に行動して本当に大丈夫か。お前、ま、手伝いが増えるのはいいことだ。お前たちなら俺についてた部下の何人かより、まずは場所を変えて。ついていきます。美しい宝、嬉しいですね。自己追放をしたが、やっていることは昔と変わらない。本格的な調査に入る前に何か聞きたいことはあるか。俺もかつての部下から聞いたんだが、この呼びアール村は昔からずっと精神に異常をきたした学者たちを追放するために、アール村について間もない頃、驚愕者は相変わらず狂っていて異常なことばかりや。当初アール村の人々は驚愕者の受け入れに不満を抱いて、その夜アール村でいつもより激しい地震が発生した。ある驚愕者が隅にうずくまり、両手で大地に触れているのを見たらしい。そいつの体はほのかに淡い緑色の光を放ち、そしてその夜はどんなに強い地震が続いても、すべての家屋がまる。その一件の後、アール村の人々は驚愕者によくするようになった。淡い緑の光、驚愕者がアール村を守った。オイラもそう思うぞ。セノ、あの狂った学者たちはアール村でもアーカーシャ端末をつけてるのか。教練員は彼らを監視しているから、理論上はつけてるはずだ。無論アーカーシャ本体が彼らに対して発信することはないが。やっぱりこれで辻褄が合ったな。学者たちが狂った状態から落ち着いたのも多分ナヒーダがな。一つの物語だけで結論を出せるとは。それで何が分かったんだ。クラクサナリデビと言ったか。なんだよ、信じないのか。いや、信じないというよ。クラクサナリデビ、
現組織教レインは昔からすでに亡くなったマハールカ・デヴァータの方を重視していた奴ら。それに俺はクラクサナリデビの自責について全く聞いたことが。ナヒーダは存在しない神なんかじゃないぞ。あいつはなんていうかすごく優しくて。俺は長年犯罪者の尋問をしてきた。人が嘘を。だったらオイラたちが本…ああ、その目は嘘をついていない目だ。どうしてこんなことに。神はずっと…よし、これでやっと。でも一体何から始めればいいんだ。お前ら、俺のおじいちゃんを助け…その格好と鉛、現地の子供だな。俺は…お前の祖父は今日…おじいちゃんをそんな風に呼ぶなよ。おじいちゃんはおじいちゃんだ。どうしてそんな名前で呼ぶんだ。お前はここの子供だが、お前の言うおじいちゃんは現地のものではないはずだ。おじいちゃんはおじいちゃんだぞ。さっきお前らとアンポおじさんの話を聞いたんだな。なるほど。先ほど村長の家の近くで俺たちの会話を盗み聞きしている者に対処しようと思ったんだが。すごいな、これがマハマトラの嗅覚なのか。でもセノ、嘘はついてない。盗み聞きしたのは。分かった、なら待って。ついていきます。セノって本当に慎重なんだな。あら、もうお戻りになったのですか。確認したいことがある。イザークという子供を知っているか。やはりあなた方の元へ行ったのですね。え、このことを知ってたのか。頑張って隠れていましたが、窓の外で盗み聞きしていたのには。イザークの両親はエルマイト旅団のメンバーで、シティに行ってからというもの、しかし残念ながら何年と経たずしてあの子の祖父は亡くなってしまいました。当時あの子はまだ幼く、アール村の住民が凍った。その後、年老いた驚愕者がここへやってきました。しかし彼は精神に異常をきたしており、いつもわけのわからないことばかり口に。ですがある夏の夜、いつもブツブツ言って変な動きをしていたはずのおじいちゃんはイザークのそばに行って頭を撫でました。そしてあの子を村の入り口。次の日の朝、目が覚めたイザークはおじいちゃんを探しに行きましたが、彼はそこには狂気のかけらなどみじんもなく、まるで自分の世界に浸り、無憂しているかのように落ち着いて。イザークはおじいちゃんが少しでも正気を取り戻したことを心から喜び、毎日嬉しそうにつきまとうようになりました。おじいちゃん、よくわからないけど。そうかもしれませんね。砂漠で生活している私もそのために戦い。確かに人々はいい神に恵まれてるのかもしれない。あ、な、いや、なんでもない。イザーク、あなたは私が思っていたよりもずっと。聞いてきたぞ。ほんと？うん、まずは吹き。あ、どう？ちょっと別にのかよ。
Sudah berapa chapter lagi? 4. Banyak juga.